名は光型灯台見回り船は、海上保安庁の灯台見回り船の船級。交渉船径は20メートル型。2008年4月1日付で、巡視艇に区分変更され、以後は早い菊型巡視艇として収益している。灯台部では、日帰り行動を原則とする小型の灯台見回り船として、昭和53年度から平成元年度にかけて、 山百合型巡視艇をもとに改め設計した初光型18隻を整備していた。その後しばらく小型灯台見回り船の建造はなかったが平成10年度の第一次補正計画で昭和50年代に整備された船の台船として姫光型2隻が盛り込まれた。この建造は急遽決まったことから鈴鹿勢型巡視艇に 小型灯台見回り船としての偽装を施したのみのものとなった。続く平成11年度計画での建造分は小型灯台見回り船としての専用設計に移行することとなった。これによって建造されたのが本型である。蒸気の経緯より本型は初光型の建造中断以来10年ぶりの専用設計船として開発された。初光型と比して、 明かり不評への節原時の動揺を抑えるとともに、作業間板を拡大するため、全幅を増している。また初光型では、最大速力は15ノットに止められていたのに対し、現地への往復時間の短縮や、警備、救難業務への対応も想定して、最大速力25ノットと、大幅な高速化が図られた。その後、東大の無人化や、整備の民間委託化、 東大部から交通部への改組、巡視艇増強の必要性を受けて2008年4月1日付で警備級南部に移管されて巡視艇に区分変更された。区分変更に伴い、停戦命令等表示装置や夜間監視装置が搭載されたほか、一部の艇では下半式の放水銃も搭載された。巡視艇の鮮明は随時解明されることがある。 ありがとうございます。